こんばんは。今日も昨日に引き続きスカイロードラジオを垂れ流してこうと思うんだけど、わざわざ実写の動画にするまでもないようなことをこのラジオで話せればいいかなって思います。で、本当にしょうもないことなんだけど、今日の午前中ヘルパー来たんだよ。別の動画でも何回か言ってるけど、俺の場合週に2回、火曜日と金曜日のお昼に来てもらってて、基本的に掃除洗濯洗い物ゴミ捨てをやってもらってんだけど、いつも同じ人が来て、たまに別の人が来る時があるんだよ。そうするとヘルパー同士の無駄な醜い争いが始まるんだよね。ヘルパーを利用してる人ならわかるかもしんないけど、別のヘルパーがやった仕事をディスり合うわけよ。洗濯物の干し方が汚いとか、片付ける場所が違うとか、服を入れるとこが違うとかね、マジでめんどくさいよね。そりゃたまにしか入らんヘルパーよりいつも来てるヘルパーの方が気持ち的には上かもしれんよ。でも勘違いしちゃいけないのが、ここオレンジだからってことだよね。別にあんたの息子の部屋でもねえし、ましてやあんたんちでもねえんだよって思うじゃん。なんだったらあんた何回言っても T シャツとヒートテックの違いすら区別できてねえだろって話なのよ。毎回適当にタンス入れるから、その度に俺が自分で入れ替えてんだよ。分かってんのか。あーん、一目で T シャツ入ってるな、パーカー入ってるな、ヒートテック入ってるな、ズボン入ってるなって分かるようにしないと、あんた全部適当に入れるだろうがよ。着替えようと思ってガラッてタンス開けたら中がカオスな時が何回もあって、俺は察したよね。結局俺が使いにくくなるから自分で畳み直して自分で入れ替えるってさ、何なんだろうね。あとスプーンとかフォークも1本だけ引き出しに入ってて、あとは水切りラックの奥の方に投げてあったりとかさ、そこの違いは何って思うよね。まあ多分乾かそうと思って放置してそのまま忘れて帰るとかだと思うけどね。俺はまだ自分でなんとかなるからいいけど、決められた場所に置いといてくれないと困るって人もいるじゃん。もうちょっと考えてほしいよね。まあ60過ぎて出会い系で出会いを求めてるおばちゃんだから、お小遣い稼ぎっていうウェイトがでかいんだろうね。そういうことも一キャラとして俺は楽しんでいきたいよね。個性的なヘルパーも受け入れていかないと、これから先もどんな強者が現れるかわからんし、その度にイラついてたらストレスで死ぬわ。はい、そんな感じで今日は実写の動画にするまでもないようなことをこのラジオで愚痴ってみました。また明日か明後日にちょっと面白い実写の動画も上がると思うから、てか上げられるように頑張ってみるから、そっちもお楽しみにってことで、じゃあね。